ですかね。はい、はい、用意スタート。はい、すみません。では2回目ということで、スカイアークシステムからスポンサードセッションを始めさせていただきます。今回ですね、スポンサーセッションということで、僕は北海道から来たんですけども、北海道に転職しても大丈夫だよというところでぶっちゃけた話をしたいと思っております。はい、で自己紹介ですが、今日ですね、ちょっとすごく緊張してて酒飲んでから来ようかと思ったんですけど、さすがにやめておきました。で、ですね、スカイアークシステムという会社でムーバブルタイプを使った仕事をしてまして、北海道のドットピームとかもやっております。でうちの会社紹介なんですけども、先ほど言ったように帯広市でやってるんですが、拠点が帯広、東京、札幌というところで、いろいろ拠点があるので、好きなところで働けますよといった感じです。で今回ですね、ヤプシーアジアにスポンサードセッションで来てはいるんですが、去年からですね、スポンサードしていますというところで、今年度からですね、ちょっと変わったこともやってます。で今年はですね、遠方からの参加者支援制度というところで、学生さんとかですね、問いとかが来る方に発表していただきたいということで、5名の方をスポンサードしました。あとですね、スイートエリアでうまい棒の方を設置していますので、ちょっと余ってるんで、もしよかったら持って行ってください。あと今年からゴールドスポンサーになっております。で会社なんですけども、いつもこんな感じで仕事してます。ちょっとですね、広いということですね。どこでも仕事ができます。でクマもいますね。これ実際に僕が近所で撮影したんですけども、実際に近づいて撮ってます。でもこれ後で聞いたらですね、子グマだったんですけど、なんか近くに親グマが絶対いるらしいので、近づかない方がいいらしいです。ということで本題ですが、北海道でも IT 勉強会が結構あるので、東京と違って地方だと困るんじゃないというところがないよという感じですね。ただ IT 勉強会はほとんどが土曜日の開催です。平日だと集まりが悪いであるとか来れないということがあるんですね。勉強会自体は Ruby であるとか PHP、Java、最近は C プラとか盛り上がってるんですけども、いろいろありますよと。札幌は Ruby 会議札幌があって、そちらもすごく盛況らしいんですよね。で、あとは札幌以外に住むといろいろ大変かなっていうところがあります。札幌に行くには函館から300キロ、東京からと830キロというところで、東京から時間かかることが道内でもあります。でも道内だとちょっと飛行機乗るのもめんどくさいので車で行くんですけど、やっぱりこんぐらい時間かかってしまうんですね。で道民にとってはこのぐらいの距離なんで、全然大丈夫かなと。はい、でちなみにさ、僕がやってる北海道 PM ですが、今まで7回開催しています。で平均30名以上の参加というところで、男女生とも女の人は1人もいません。で大物ゲストも多数参加しています。マキさんであるとか、ジゴロウさん、ユースケベイさんであるとか、先ほど発表していたチャーズバーさんであるとか、猫角さんですね。で懇親会は毎回すすきのであります。夜は楽しいダウンタイムがあるということで、好きな方はどうぞいらしてください。これ分かんない人はちょっと分かんないと思うんですけど、大体1時間に10分ぐらいしかないんですよね、これ。分かんないですよね。はい、で次回のゲストも募集しているので、もし北海道に行きたいという方がいたら、ぜひ手を挙げてください。はい、で次にですね、ちょっと計画しているものがありまして、北海道パールワークショップということで、北海道で毎年くらいにミニアプシのようなものをやりたいとちょっと考えております。札幌ルビー会議なんかすごく成功しているので、パールでも大丈夫なんじゃないかというところで考えています。で、他の言語界隈からもやはりいろんな人に参加してもらいたいので、東京から来たいといった人がいれば、ぜひこちらの方も行ってくれればどうにかしたいなと考えております。で最後になりますが、弊社の方でちょっとですね、エンジニアの方を大募集しております。報告も出しているんですけども、引っ越し用であるとか、カンファレンス用であるとか、そういったものも全額支給とかもしております。あとですね、お菓子が食べ放題とか、いろいろあるので、もし興味がある方はURL の方を見てください。ということでありがとうございました。